皆さん、こんにちは。2000年に21歳で歌手デビューしてから、演歌界のプリンスと親しまれてきた氷川きよしさん。活動休止から1年経って変わり果てた現在の姿に一同驚愕。今日は氷川きよしさんのことについて紹介します。まずは氷川きよしさんの経歴とプロフィールから紹介します。氷川きよしは日本の歌手、2000年デビュー。本名は山田きよし、一部でキーナという名前を使用することがある。レコード会社は日本コロンビア、の事務所はながらプロダクションに所属。2000年2月2日、箱根八里の半次郎で演歌歌手としてデビュー。ビジュアル系男性アイドルのようなルックスを持つ演歌歌手として大きな注目を集め、その実力派の歌唱力やビートたけし命名という話題性も相まって、同年末の日本レコード大賞をはじめとする音楽賞最優秀新人賞を総なめにした。2001年にはオリコンウィーク在地版詩の表紙を飾る。演歌歌手が同誌の表紙を飾るのはオリコンウィークリー時代から数えても松村和子、城之内早苗に続いて3人目であり、男性演歌歌手では初めてのことであった。2001年からリリースしている演歌名曲コレクションシリーズは、発売するどにオリコンアルバムチャート初登場、ベスト10入りを記録している。またシングルにおいても2001年に発売した2枚目のシングル「多い追っかけ音次郎」で総合チャートベスト10入りして以降、氷川きよし名義のシングルは全てシングルチャートベスト10入りを果たしている。この記録を保持するのは演歌歌手では氷川のみである。2003年頃から通信カラオケシステムダムの機種改良に伴い、同機種で配信する氷川の代表曲「箱根八里の半次郎」、きよしのずんどこ節などでは背景映像に氷川本人の出演する映像が多く採用されている。2003年7月1日25日納涼特別公演を中日劇場でした際、中日スポーツに初日から千秋楽までの公演の様子が掲載された。2006年一見で日本レコード大賞を受賞し、歴代4人目のレコード大賞3冠となった。2007年きよしの「騒乱節」で日本有線大賞史上初の4回目の大賞受賞となる。2008年の NHK 紅白歌合戦では白組の大トリを務めた。2017年第50回日本有線大賞で4年ぶりかつ歴代最多となる9回目の大賞を受賞。2020年2月2日デビュー20周年を迎えたこの日、最初のコンサートを行った中野サンプラザで公演、ファンと共に記念日を祝った。2023年現在歌手活動を休止中の氷川きよしさん、実は活動休業の理由として性転換手術を受けるのではないかという噂があるんです。活動休業の期限はいつまでなのでしょうか。性転換手術の噂や活動休業の期限について調べてみました。2022年1月、所属事務所から氷川きよしさんが2022年12月31日をもって歌手活動を休止することが発表されました。発表の通り2023年現在は活動休止中です。2002年のデビュー時から22年間活動を続けてきた氷川きよしさん。活動休業の理由についてはこのように発表されています。一旦お休みをいただき、自分を見つめ直し、リフレッシュする時間を作りたいという本人の意向を尊重し、このような決断に至りました。また、自身のインスタグラムでもこのような説明がありました。22歳からファンの皆様の真心にお依頼したいという思いがエネルギーでしたが、なかなか心と身体が思うようにならなくなった。デビューしてからずっと走り続け、きっと疲れが溜まっていたのですね。氷川きよしさんは2023年現在46歳で、年齢的にも無理ができなくなってきたのでしょうか。気になる活動休業の期限ですが、所属事務所によるとお休みの期限は特に定めておりませんとのこと。早く元気に歌う姿を見たい気持ちはありますが、ゆっくりリフレッシュしてほしいですよね。ですが氷川きよしさんの活動休業理由はこれだけではないと言われています。次の項目で詳しく見ていきましょう。氷
川きよしさんの活動休業理由に性転換手術の噂があります。手術の詳細についても詳しく見ていきましょう。氷川きよしさんは2019年にジェンダーレスであることを公表しました。それ以降は髪を長く伸ばしたり、ショートパンツやロングブーツを履くなど、女性らしい装いや見た目になったことも話題になりました。近年では特に女性のような見た目になりつつあり、それによって今回の活動休業期間で性転換手術をするのではないかという噂が流れたのです。まず性転換手術を受けるには専門のジェンダークリニックで性同一性障害の診断を受ける必要があります。そしてホルモン剤の投与を継続的に行い、体をなりたい性別へと少しずつ変化させていきます。内性器や外性器の摘出をするための性別適合手術自体の期間は数日から巫女背程度と言われていますが、性転換をするには初めの診断から最短で1年はかかると言われています。氷川きよしさんの診断がどの程度進んでいるかは分かりませんが、もし性転換手術をするのであれば1年程度はかかると考えるのが妥当ではないでしょうか。実は氷川きよしさんの活動休業理由に結婚するのではないかという噂もあるんです。氷川きよしさんは2010年14歳年上の俳優である松村雄基さんと恋愛関係にあることが報じられました。松村雄基さんが氷川きよしさんの自宅マンションを訪ね、そのまま一夜を過ごしたとのこと。氷川きよしさんが松村雄基さんの服のポケットに手を入れているところも撮影され、仲睦まじい様子から2人が熱愛していると話題になりました。彼らの出会いは俳優風間徹さんのパーティーだったよう。風間さんも芸の噂がある方で、新宿2丁目では有名な存在なのだとか。2人は同志が集まる場で知り合い、その後親密な関係に発展したのでしょうか。彼らは週刊誌のデート記事掲載後に一旦は疎遠になったようです。何でも騒動の影響の大きさを心配した松村さんが別れを言い出したのだとか。ところが2014年に逗子にある氷川さんの別荘で密会していたという続報が登場します。松村さんの所属事務所は取材に対し宿泊は事実としながらも交際については否定しました。これ以降に続報はありませんが、その後はどうなったのかが気になってしまいますよね。俳優のイメージが強い松村雄基さんですが、近頃はライブ活動、アルバムリリースなど音楽活動にも積極的。2018年の朝ゲイプラスによると、彼はシャンソンにハマり、シャンソンライブを開催したりもしています。実は日本においてシャンソンはそちらの組合と関係が深く、彼がシャンソンにチャレンジするきっかけも新宿2丁目でバーを営むシャンソンミュージシャンとの出会いだったそう。記事にはベテラン芸能記者が登場し、過去に氷川さんとの熱愛報道のあった彼のシャンソン挑戦は事実上のカミングアウトと分析します。以前は交際を否定していた2人、お互いが事実上カミングアウトした今、復縁や交際宣言などもありえるのでしょうか。昨年大晦日の第73回 NHK 紅白歌合戦出場を最後に歌手活動休止に入っている演歌界のスター氷川きよし。金色の衣装に身を包んだ殺虫剤の新 CM が4月5日に公開された。新 CM は2022年に撮影されたものです。現在の氷川は田舎に帰って親孝行の毎日を送っている一方、所属するながらプロダクションと独立に向けた話し合いを続けているようです。所属事務所とは2年前に氷川がイメチェンした際、2代目社長が反対したことで修復が難しい関係に陥っていたという。氷川の育ての親とされるながらプロ会長のながら淳さんは12年5月にハワイのゴルフ場で不慮の事故死を遂げました。その前に社長についていたながら会長の長男に対し、氷川は記号社長は愛情がない記号と言ってましたからね、もともと2人の折り合いは悪かったんです。記号氷川きよし記号として復帰なら歓迎しますが、キーナと改名してとなると演歌歌手の字が消える。それにイメチェンでカミングアウトしすぎです。うち同様、他の芸能プロも手を出さないと思いますよ。氷川ほどのスターであれば。
独立しても引く手あまたのようにも思えるが、現実はそう甘くないようだと週刊実話ウェブが報じている。氷川が休止している今のながらプロには水森かおりくらいしか稼ぎ頭はいないため、事務所としては何としてでも氷川の独立を阻止したいところでしょう。しかし男女関係と似たようなもので、一度こじれたら元の鞘には戻りづらい。長良プロは独立を認める代わりに営業権を含めた諸々の権利を譲り受けるしかないでしょう。氷川は活動休止後、芸名をキーナに変えて独立、復帰は時間の問題と見られていた。氷川は独立の際、進行する創価学会関係者や同じく熱心な学ぶ会員で氷川と並んで学会芸術部の躍進三人衆と言われる元ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明と接点を持つとも誠しやかに言われていました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。